不動産業界で転職する？非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう。宅建ジョブエージェント。田中先生の不動産大学賃貸不動産経営管理士重要過去問書き集めましたへーん。ということで、宅建でも好評だった書き集めシリーズやっていきます。今年受験しないという方もですね、これを見ていただければ大体どんな試験かが分かります。なんだ、思ったよりも簡単じゃん、来年受けてみようっていうふうに思っていただけたらとっても嬉しいです。試験に出そうな部分を重点的に連続で出題しますので、もうどんどん丸×でお答えください。解説は後でまとめて行います。おそらくですね、これから出題する問題と同じような問題が試験でも出てくる可能性が非常に高いので、集中してお答えください。時間がもったいないので早速いきます。いきますよ。クイズ賃貸不動産経営管理士タイムショック。1、貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。さあどうでしょうか。答えは×です。2、借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは従前の賃料の支払いを請求することができる。さあどうでしょうか。答えは丸です。3、貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。はい、どうでしょうか。答えは丸です。次、募集広告についていきます。4、自転車による所要時間は走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。はい、どうでしょうか。答えは丸です。5、中古賃貸マンションとは、建築後3年以上経過し、または居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに賃貸するもののことである。はい、どうでしょうか。答えは×です。6、物件は存在するが実際には取引することができない物件に関する表示をしてはならない。さあどうでしょうか。答えは丸です。7、インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず、広告の更新予定日後も掲載し続けることはおとり広告に該当しない。はい、どうでしょうか。答えは×です。次、相続いきます。8、貸主が死亡し相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、借主は賃料の支払いを拒むことができる。はい、どうでしょうか。答えは×です。9、貸主が死亡し相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料は、遺産分割により賃貸物件を相続した者が全て取得する。はい、どうでしょうか。答えは×です。10、借主が死亡し相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができる。はい、どうでしょうか。答えは丸です。以上です。どうですか、意外と簡単じゃないですか。もう私が動画でやってきたところ結構多いですよ。では順番に解説していきますね。1、貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。これ×ですね。そんなわけないですよね。貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間というのは、相当と認める額の賃料を支払うことで足ります。これで十分です。まあ、通常はですね、増額請求を受けてもですね、従前の家賃をそのまま支払い続けるっていうケースが多いです。そして2、借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは従前の賃料の支払いを請求することができる。これもですね、まるその通りですよ。もうこれもう当たり前です。これはですね、大体更新の時期とかにですね、賃借人からですね、家賃下げてもらえませんかって言ってくることあるんですよ。これ家賃下げてもらえませんかって言ってですね、来たとしてもですね、別に元々の家賃の金額を請求すればいいんですよ。こっちはもちろん減額に応じるんだったら別ですけども、減額に応じなくて向こうが裁判とかしてきたところでですね、請求できるのは従前の賃料を請求できますから、ご安心ください。ここ間違えないでくださいね。例えば5000円下げろって言ってきたから、5000円下げた金額しか請求できないわけじゃありません。裁判が確定するまでは少なくとも従前の家賃は請求できます。そして3、貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。はい、これ借地作家法様を思い出していただければ、これはすぐに分かると思います。これは借主にとって有利ですから、別に OK なんです。賃料をですね、値上げするっていう期間を一定期間排除してるわけですから、借りてる人にとって有利ですから、借地作家法様は大歓迎でございます。ですから丸です。次、募集広告のとこいきますね。自転車による所要時間は走行に通常要する時間の表示に加え、道路距離を明示する。これもその通りです。これもよく覚えておいてください。このまま覚えておいてください。5、中古賃貸マンションとは築後3年以上経過し、または居住のように供されたことがあるマンションであって、
住戸ごとに賃貸するもののことである。これは×ですね。これは実務をやっていらっしゃる方であればすぐに分かったと思います。これまずですね、初心者が不動産に就職するとですね、新築とは何なのかっていうのを大体先輩から教わります。新築っていうのはですね、1年ですね、築1年です。ですから中古賃貸マンションっていうのはですね、築後1年以上経過しているか居住のよう、要は誰かが1回住んだことがあるマンションのことを言います。これを裏を返すと新築ということになるんです。ですからですね、これ建物が出来上がってから誰も住んでいなくても1年以上経っちゃったら、もうそれは新築として募集ができなくなるんです。だから1年以内には絶対決めないとですね、新築ですっていうふうに表示をして募集することはできなくなります。十分ご注意ください。ちなみにですね、新築で例えば入居して1ヶ月で出ちゃった場合ですね、次募集するときはもう新築って言えないんですよ。だからもう新品じゃないですからね、1回もう一緒住んじゃってますから、ね、まあ、そういうところも十分ご注意ください。僕、物件は存在するが実際に取引することができない物件に関する表示をしてはならない。これ当たり前ですね。その通りです。で、7番、インターネット広告の場合、不注意により契約済み物件を削除せず広告の更新予定日後も掲載し続けることはおとり広告に該当しない。もうこれはですね、絶対に間違えちゃダメですよ。これ×ですよ。これはですね、不動産業界で働くんであればこれはもう完全に常識でございます。これがまさにおとり広告のことを言っています。もう不注意だろうが何だろうがですね、こういうことをするとですね、もう一発アウトだと思ってください。実際ですね、こういうおとり広告ですね、業務停止とか営業停止食らったのをですね、私何件も知ってますので、これは本当に十分ご注意ください。非常に重要な問題でございます。そして相続ですね。8、貸主が死亡し相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、借り主は賃料の支払いを拒むことができる。ね、これもう罰ですよ。そんなわけないですよ。これ拒まれたらたまったもんじゃないですからね。ちゃんと賃料は支払ってください。そして9、貸主が死亡し相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料は、遺産分割により賃貸物件を相続した者が全て取得する。これなんか覚えてませんか？これ楽町さんとのコラボでやったやつですよ。これ答えは×です。ね、これ楽町さんとのコラボで私がですね、ストーリー形式でやりました。結構面白いお話があります。これまだ見てないという方はぜひ見てみてください。概要欄に貼っておきます。で、遺産分割までの間に発生する賃料は各共同相続人がその法定相続分に応じて取得をします。私が楽町さんとのコラボでやった動画、そのまんまの知識が問題に出てきますので、これも絶対押さえておいてください。そして10、借主が死亡し相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができる。これね、丸なんですよ。これも覚えておいてくださいね。これ事実上夫婦の関係にあるものっていうのは、要するにですね、内縁の妻とか夫のことを指しております。この場合ですね、相続人がいない場合承継することが可能です。覚えておいてください。こんな感じでですね、宅建の勉強をしていた人からすると簡単に感じることは結構あるんじゃないかと思います。特に相続の部分なんかはですね、宅建の知識があればですね、結構答えられるものが多いので、しっかり押さえておきましょう。今日の動画役に立ったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。法的根拠を理解していなくても解ける問題が多いので、直前に頭に詰め込んでも結構得点できます。ということで、また明日。問題です。この問題ですね、また引っ掛け問題出ましたね。どうですか皆さん、間違えましたか？大丈夫でしたか？この問題を落とすとですね、非常に合格は遠ざかってしまいます。絶対に間違えちゃいけないんですけど、間違えそうになってしまう問題が出ているんです。これはですね、あーって今思った方、もう今更思っても遅いですよ。いいですか？これですね、宅建試験の王道の引っ掛けなんです。これに引っかかった方は完全に甘いですよ。過去問のやり込みが全然足りません。